あ、杉山静香選手もうこれ時を超えてっていうような復帰の玉田に対してはマドレーヌがここからさらに力をつけてという一戦ですよね。そうですね、どんな戦法で来るのかっていうのがちょっと怖いぐらいですけれども、昨日の計量でもすごかったですね。お互いのこうテンションの違いっていうのが、はい、特にマドレーヌ、マドレーヌさん、すごいですね。本当にこう可愛らしい、ね、ルックスもそうですけれども、綺麗ですね。そうですよね、はい、くびれではなくもう敗戦続いたんでくたびれなんていうふうに言ってました、ね、本人もでももう、それとも面白いですね、お互いオーソドックススタイルです。これ髪の毛をグリーンに染めているのがマドレーヌ、うん、玉田、今右手を前に玉田最初から組みに行きそうですね。そうですか、そう見えますか、はい、ちょっと首相撲の動きが見えますね、はい。その玉田、左のフックを放っていきます。サウスポーにして、はい、そうですね、構え変えますよね、はい、玉田対して右、何発も何発もマドレーヌ、ここで組んできました。あ、もうバックの動き、はい、そうですね、玉田選手すぐバック取るんで、これが得意、はい、この形からですよね、玉田、ね、セットしていきたいところです。さあここは背中を向けて相手の右腕を捉えようというのがマドレーヌの形。そうですね、マドレーヌさんは右、あの玉田選手の右腕が首に巻かないように守ってるんですけども、はい、あ、となると左でパンチ。そうですね、玉田が放っていきます。結構がっちり足が組まれているので、はい、もうバックマウントの形確固たるものにしてますよね、はい、マドレーヌさんも足を、うん、足を外す感じはないですね。うん、そうですね、はい、この足の動き自体はまだマドレーヌもありません。そうですね、結構がっちり力を感じているのかもしれません、さあマドレーヌは前回ベンチプレス世界記録保持者武井愛選手との戦いでしたが、1ラウンドリアネイキドチョークで勝っています。そうですね、逆にチョーク取ってるんですよね、そうですよね、ここはチョークをという形、玉田が今後ろから狙っています、はい、なんといっても3年半ぶりの戦い玉田。そうですね、でも早い段階でこの形に持ち込めたのはこれ良好と言えそうです。そうですね、玉田選手はなるべく早くこうくっついていきたいっていう戦法だったと思うんで、はい、でもマドレーヌの方がパンチで近づいてまたこれバックマウントでという形、玉田が相手をこれマットに密着させる形から半身になっています。そうですね、表を向かせる、どうでしょう、玉田としてはまだ時間ありますしじっくりということですか、かもしれないですね。後ろへパンチを放っていきます。マドレーヌまだその目の輝きは全く失われていません。玉田選手ちょっとだけこうスパーリングさせてもらったことあるんですけれども、力はすごくて、はい、多分結構こう力を使うのがうまいと思います。これもいい形になりかけているんですが、はい、じわじわいい感じにこう首に巻いていってますね、はい、今もう右手が首の前にあると思います。組みましたね、締め上げるかこの体勢、ね、あと2分以上ありますね、はい、まだ顎を引いてなんとか回避しているのがマドレーヌ、どうかな、どうですかね、これどれだけ力込めるかですよね、はい、どの段階で、はい、あ、これ結構きついと思います、顎の上なんですが、はい、でも半ばはフェイスロックのような形からも攻撃、ね、苦しいので、う、十分ということも考えられます、うん、でもちょっとずらすのうまいですね、はい、マドレーヌさん、あ、腕上がってきましたね、はい、またでも玉田があと1分半あります、形を整えてくる、これ体が伸びると危ない、ね、マドレーヌ、あ、サイドにつきます、はい、横からこうして体重をかけて、うん、でもポジショニングどうですか、うまいですね、やっぱりこう、うん、まあ、ACC レスリングの、はい、まあ、道場でもあるのもあるのか、体の重心が低くて、はい、なかなか浮かないですね、また同じ展開、マドレーヌさんはきついですねこれね、ずいぶんこの時間長いですよね、あ、そしてコツコツゴツゴツとパンチもあります玉田、後ろを取っているのが玉田です。さらに何度もリアネイキドチョークの形は探るようにも見せています、はい、ちょっと耳の横あたりパンチも嫌ですよ ね、 そうですね、
両腕持たれてると殴るのも大変なんですけど、やっぱりポジション取っててもバウンドは入れていきたいですよね。はい、そうですね。でもマドレーヌの方もなんとかこう動こう動こうという意思は、ね、ね、見えますよね。はい、あの防御うまいと思います、はい、ギリギリのところで耐えてマドレーヌまだ様子を見ているか。玉田四の字組んで、はい、足は、そうですね、はい、今度はボディへフィックしてきました。うん、それでも殴って締めて攻め続けてという意思は見せています玉田、はい、ブリッジでのマドレーヌ、ここで第1ラウンド終了です。さあ杉山静香選手に印象から伺いましょう。そうですね、玉田選手はもうこの展開でいいんじゃないかなっていう感じあるかもしれません、はい、さあ結構バック取ってると腕疲れるじゃないですか、なのでその辺ですね。とマドレーヌさんは打撃うまかったので、はい、あの展開から何かこう自分の得意なポジションがあれば、また2ラウンド目違う展開になりますよね。あの右のパンチから連発で入っていきましたよね。そうですね、ストレート上手に、あの、はい、すごく当たってましたね。いやでもリアネイキドチョークを狙い続けたのは玉田の方でした。その技といえば杉山さん、はい、一番近い人でスペシャリストがいますよね。いますかね。Kのつくあの方が。そうですね。あ、藤井恵さん、はい、セコンドについていますね。盟友ですよね。そうですね、藤井恵さんと阿部さん、弟さんついてますね、はい、ずっともう本当14年の中でずっと一緒にやってらっしゃると思うので、はい、一つこれ時間は空きましたけれども、はい、その決勝ですよね。お、タックル来ましたね。パンチにはタックルで合わせる、返していくマドレーヌ。さあここでパスできるか、させないというグラウンド得意の玉田。そうですね、攻防ありますね。いいですね、あのマドレーヌさん体幹強くて、はい、返せたのがいいと思います。あそこで踏ん張ったのは大きいですね、はい、ちょっと作られやすいですね、三角の三角締め、はい、下から玉田が逆にこれはもう餌を撒いたという形にもなってきたんでしょうか。ちょっとのミスがやっぱりこういうベテランの選手は絶対に抜け目なく、そうですね、はい、膝裏まであの足首ですね。そうですね、もう少し深くいけば体を右に振って、もう少し深く組めたら、うん、ちょっとマドレーヌさんがもっと辛いと思うんですよね。これはもうスパーリングでも十数年、いや20年近くか、はい、もっとでしょうかね。そうですね、磨き上げてきたこの技があります。玉田両腕入ってるんですね。はー、うわー、これはマドレーヌどうでしょうね、引きにきづらい。両腕の4の字にしてるのか、うん、これ形どうですか。そうですね、あまだあのマドレーヌさんは全然大丈夫かもしれません。ただこれ両方の手を十字で取られたり、はい、いろんな展開をこう片方でも抜いてしまうとすぐ三角組まれるので、多分それを待ってるのかもしれません。玉田さんは先を読んでという形、そうですね、下の玉田ですね、はい、でだんだんこうガードが落ちてきたら、はい、マドレーヌさんちょっと、ちょっと下がっていけますね。できましたね、はい、そうですね、あここでそうですね、クローズドガードの形になっています。さあマドレーヌは上から何ができるかですね。そうですね、殴っていく。左腕を持たれているのを取りたいですね、はい、うまくちょっと上半身これ距離作りたいですよ ね、 そうですね、スペースを作りたいところマドレーヌ、はい、今まではアトム級での戦いがありました。ミクロ級が新設されて自分のクラスができたというマドレーヌ、はい、上からのパウンド、気をつけないと。さあ腕十字の体勢、ね、伸びればこれがあるぞ、入ってると思います。体は柔らかいところを見せるマドレーヌなんですが、これはクラッチを切りたい。伸びて腕は伸ばすか、どうだ、玉田、玉田が、あでもうまくまだかるんですが、でもちょっと危険な形でもありますね。そうですね、腕のまたぐともなんですが、この後楽園ホールでのケージでのディープジュエルスに帰ってきた玉田、玉田さんの足のこう締め付けが緩まない限りはちょっと、でもまだ大丈夫。そうですね、頭を上げました、はい、上手です。マドレーヌさんうまく抜けましたね。
でもまだその先ありますね、はい、玉田ちょっと深いので、はい、マドレーヌさんの左手首とかをこう取られちゃうと、ね、うん、両腕で取られてると前方回転シザースの形なんですが、上から潰すことができるか玉田、ね、こういうところはボディバランスですね、はい、マドレーヌさん上手いですね、うん、マドレーヌが、はい、浮いて抜きました。そしてタックルの形ガブるのは玉田、これを切っています。右の膝を見せる、いや嫌がらせますね。そうですね、これはやっぱりうまさですね、どんな展開でも。うーん、百戦錬磨っていう表現ありますけれども、マドレーヌの先先へ、そしてチョークの形にここ持っていこうとしますか。これも見せての膝ということなのか。そうですね、今ちょっとポジションで落ち着く感じでしょうか。さあでもいろいろありますね、玉田の攻め、マドレーヌが耐えています、はい、これからの世代、これからのジュエルス MMA を構築していかなければいけないマドレーヌ、うん、そうですね、いやでもその壁は厚いのか。復活の玉田、玉田がよく対応しますね。うまいですね、あのガブリンの展開やっぱり得意なんだと思います。ここからバックに行けたら、うん、押していく。そうですね、またこう膝、これはボディへ、ブルドーザーのように返していきます、ね、ブルドーザー、そうですね、はい、こう土を押すようにマドレーヌの存在を押しています。そうですね、マドレーヌも押してきますよね、また、はいはい、また腕を取って、どうだ、バックしてるかな、バックマウントへは、はい、腕十字、いや腕十字、これはいったかな、伸びたか、これは伸びたか、時間がない、うん、どうだ、伸びているようにも見えましたが、タイムアップ、いや素晴らしい、あと一歩のところまで攻め込みました。玉田康子耐えました。マドレーヌ、マドレーヌ頑張りましたね、最後すごい柔らかいんですね、やっぱり腕関節、うん、そうですよね、あーでもほとんど泣き顔、タックルからこれ抱え上げるにも必要最小限の力で玉田、そうですね、やっぱりこう先読みの技術っていうのがちょっとすごいですね、そうですね、もういろいろこう自分の戦いの中にレーダーが張り巡らされているかのようでした ね、 そうですね、玉田、うわー、そしてこれ最後見せましたね、判定の結果をお伝えいたします。グラウンドの攻防見事耐えました、判定です、20対17、赤玉田3ポイント差、玉田ジャッジ横田20対18、赤玉田2ポイント差、玉田です、赤玉田よってこの試合3対0 3人目3対0いやー、目を見開いてその勝利を久しぶりに噛み締めたか、3年半ぶり復活の玉田康子です。この戦いは杉山さんも感慨深いんじゃないですか。そうですね、玉田選手って本当周りに優しくて、どんなチームの選手にも声かけてくださるんですけど、まあ、そういう選手がこう一戦でやっぱり、はい、ああいう素晴らしいテクニックを見せてくれるっていうのはやっぱり他の選手にとってなんか憧れというか、なんかお姉さんって感じがしますね、いや強い姉さんが帰ってきました。これで MMA 16勝目を挙げています、玉田康子、はじめぐさんも、勝利を分かち合います。